Thank you. You brought the medicine just in time. Can you stand? Where's Luis? He's worried about you. Till the end. Come on. We don't have much time. Let's get rid of these things. For Luis. Ada, come in. There's a lab where we can remove the parasites. Had a crazy hunch that you'd know where it is. Their most important facilities are housed in their sanctuary at the top of the mountain. That's where I'd look. Ada, the encyclopedia. Happy to help. Now you owe me. というわけで、皆さんこんにちは。ミカミックスです。バイオハザード RE4 チャプター14やっていきたいと思います。囚われた研究者の手記から読みますか。俺たちは監禁された。一人ずつ隣室に連れて行かれて何かされている。さっき同僚のアナベルが、おそらく次は俺、考えろ、頭を整理するんだ。プラーガに感染した奴らは全員サドラの言いなりになる。命じられるまま文字通り死ぬまで働く。嬉しそうにうすら笑いまで浮かべて。反面知能がミミズ並みに低下するから頭脳労働させたい場合には使えない。でも新しいプラが上位種の開発に俺たちは成功した。上位種には特別な変異能力はないが、感染後も全く知能が低下しない。これを量産して例の誘拐作戦でターゲットの娘に投与を予定するらしい。感染後も知性を保つことが重要。テストは全て成功。量産の目でも立った。プロジェクトは至って順調。そして俺たちは監禁された。隣の部屋では俺に上位種を投与する準備が進んでいる。アナベルは別人になった。あの顔、幸せそうな顔。何か書いてないと苦しそうだ。読むやつなんかいないのに。原石ライフル、ライフル、金金。であとなんかどっかに入ってなかったっけ。あ、これはブラックバス。こんなとこに置いてあるブラックバスとか腐ってんだろ絶対。まあ、食うけどね。ブラックバス結構回復するんだよね。意外にうまいかどうかは分からん。生で食ってっかんな。調理してないっしょ。これで向こう側に行けるようになります。ここに棚があるな。おお、強化手榴だ。ありがたい。あ、あそこに箱もある。一応これ回収しとこう。金か。まあいいや。なんか言ってたな今で、メダリオンを破壊してください。箱を壊そう。ショットガン、金金、当たるで、武器屋さん。特にアイテムはなしか。新しいのが入った。何が入った？え、何が入った？何も入ってなくね？ボディアーマー。毎回毎回5、6000円かかるかな。スピネルが増えてないんだよな。こっちはまあちょっと行ってもしょうがないかな。で、ここにいろいろあるんだけど全然取ってなかったんだよね。カラス。あそこに何かあります。でまずスピネル的なものじゃなくて、どこだ、青いやつ。あそこか。ここにお一つ。ちょっと狙えない。で、ここ多分階層が違うよね。で、トレジャーがあるんだけど、トレジャーが分かんねえんだよな。向き的にはね、まあまあまあ、こっちのこっちなんだけど、
どっかにぶら下がってるか。あそこにあるな。見えんだけど。これをまず壊そう。ああれだ、こんなところにアシュリーのあれは覗けないからな。アレキサンドライトか。でこっち行けなくて下に行って、あとこっちとこっちにあって最後にこっち。どこ？よくわかんないけど見つかったわ。蹴りが入るまで結構時間かかっかんな。一応見つかってない？あいつ狙えるか。おいっていうかさ、もういいでしょ、高倍率スコープで。あとはこれ、この中なんか入ってたっけ。入ってるわ。ここか、お宝。あとちょっとハンドガンでなんとかやりくりはしないといけないけど、よし、ライフルいいな。でここに一つ、あと逆側か、いるな。お前見えない。で、はい、はいと。ちょっと裏側から何かないか確認しよう。特に貼るだけ。よし、強化手榴弾。で、あそこか。で、上に登ればいいのか。これ回収して、ハンドガンか。あ、ハーブがある。やった。これあっち行っちゃったらさ、あれ取れなくない？これどこだ？上にあるか？行って取れるか。まあいいや、とりあえず行ってみよう。もうどうだったか大して覚えてねえし。気をつけて。またステルス系。いや、あいつ無理だろ。上から狙える。完全に見つかってるわ。あ、来てる来てる来てる。ちょ、待って、足一回ちょっとこっち来い。多分ね、扉までは開けてこないから。ガチャってやってライフルで狙いたい。ドン、いいですね。ドン、さよなら。ガチャ、ちょっと待って。いった、ピンポイントで投げてきやがった、こいつ。やりおるわ。ちょっとショットガンでいくか。強行突破しよう。あれどこ行った？ドン。ちょっと待ってね、手榴弾投げないと無理か。盾持ちマジ最悪だから。まだ敵の音するな。ちょっと一回箱壊して。あ、来てんな。あ、やばい。ナイフ今どうなってる？あ、ナイフ1本しかないわ。あー、で多分やっぱこれ狙うにはちょっと戻んないといけないかもな。
金。ちょっとあの青いやつ少し考えます。どっかから狙えるか。位置的には多分上から狙わないといけないような気がするんだけどな。ちょいと戻る。でも下に降りちゃったらさ、もう無理じゃないっていう。こっから上行けるけど、スナイパーライフルで超遠距離で狙い込む。そもそもどこにあんだ。いや全然逆だな。真逆だぞこれ。分からん。こっちの方から狙えたりする？でもなんか最終的にはこの逆側に行くんだよな。こっち側に。だからそこで破壊すればいいか。まあそう思う。というわけで、だいぶ時間を無駄にしてしまったけど。どこ行くのじゃねえよ。早くついてこいよ。ついてきてんな。上登ってアイテム回収して、ガンパウダー、棚、手榴弾。あれ？しまった。これ上登ってアシュリーに何かしてもらわなきゃいけなかった気がするんだけど、これだ。アシュリーで、ガチャってやってもらってこうか。ちょっと弾込めとこう。あれ込めてないな。よし、さあそれでこっちが確かなんか開けられた気がする。これでもう大丈夫っしょ。で、なんか出てくるから、ちょっと倒そう。囚われの身になってるな、今見たら。え？どこだ？どこだ？マジでどこだ？え？ちょっと待って待って待って、どこに行った？一瞬で連れてかれたんだけど。ひどくないか？これどこ？しかも、え、ここからかよ。こいつら倒すとこからかよ。はい、来た。ここはもうだから強化手榴弾投げるんだよ。ちょ、待って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 、撃っちったよ。プレゼントフォーヤー、いて。一問打尽にしたか。回収するもんだけ回収しとこう。全部金だな。え、アシュリー、どうやって連れ去られたこれ。手榴弾ここで待たせるでしょ。ふいふい、やれよ。アシュリー、ノープロブで、こうでしょ。で、多分先に進むっていうよりは連れ去られちゃうから、ここの鍵を外して、で、そこでちょっと上行ってみる。もう連れ去られモードになってるわ。どこだ？あ、いた。ちょっと待って、お前、レオン、ヘルプ。消えよ。ほら、蹴り倒す。この野郎か。もう一匹いたな。
蹴る。追撃でトーネを刺したいんだけどな。よし、無事終わった。You heard? でこっちはもう開いてないからこっちから先へ進む。また見つかったか。どうなってる。あ、いけるか。あ、無理だ。あ、いける。ちょっと待って、もうまたこいつかよ。ハンドガンだけでなんとかしたいけど、いけるか。いや無理だ。いった。蹴り重要だからな。あれ、ここにトレジャーがある。帰りたい。トレジャー回収したいっす。アシリー来てくれ。トレジャーを回収するために。ん、どこだ。この上だな。え、どこになってる。上にあったか。こっち来て、ここで、トレジャーどこだ。ひょい、こっち側から見てなんか、あー、あるな。ベルベットか。まあまあまあ、2500円。あとやつらがどこまで来てるかな。こっちなんかある。なんもない。いるな。また盾持ちか。破片の方でいいか。ちょっと待って、投げられたな今。ここで右に逃げる。ポン。全然当たってねえし。破片種類だ。なんかいいことだったら微妙なんだ。ここら辺ポン。オッケー。直撃させればまあまあだな。Are you okay? Yeah. で、ここ行くと戻っちゃうから箱だけ壊して、メダリオンちょっとどういう感じだ。許可手榴弾。ネズミ、ネズミ確かね、意味ねえか。どっかで害虫駆除なかったっけ。Smells pretty bad. You okay? Yeah. Before this would have killed me, though. なんか怒ってる。エメラルド、もう絶対腐ってんだろあのエメラルド。巣にあるなんとかとか全然やってないな、そういえば。で、スイッチがあって、まあ、上のタイミングを合わせましょうということで、せーの、ぴったり。これちょっとずれんだよね。あ、そうそうそう。ここにアシュリー隠して、ライフの弾があって、で、スコープをつけとかなきゃいけなくて、やつが来るから。こっからゆるっと。しかもさ、このにゅるっとしてるときにさ、当てきづらいんだよ。よし、 OK ってなるんだけど、アイアンメイデン化するんだよね。
ドン。うまくいかねえ。痛い。どこ行った？あ、来てる来てる来てる。これもう最悪さ、ライオットで頭部を狙えばいいって話だからね。あれ、ちょっと待って、全然大丈夫か。ボン。いや、めちゃくちゃ爆発するんだけど。レッドビルガンパウダー、手榴弾。ここも開けられるのかよ。自分で判断してもう大丈夫だと思って出てきやがった。さすがの判断能力だ。泣かない？なんもないな。狭くなってる。せーの。アシュリーの方がうまいな。ここのネズミは駆除するんだっけな。これ電気通ってないよね。電気を通さなきゃいけないけど、そっか、ここをアシュリーに任せて、で、あの橋が、なるから、これ落ちたら終わりだよね。そこが見えねえな。金回収して、内側とか。で、先へ行って、コーンとか。で、アシュリーが今頑張ってくれてます。アイテムを取ります。電子ロック端末。あ、ここになんかトレジャーあんな。ちょっとトレジャー先に回収しよう。ここか。装飾首飾り、これを回収しておきたいよね。さあ、それでハーブがある。ハーブ回収して、あれ、ハーブ黄色ってどうなってる？あ、まだ1個ある状態か。で、ちょっとスナイパーライフルにして、マジで変なやつが来るかな。生きてるか。よし、で、ちょっと戻ろう。死体で転がり込んできた。いや、急ぐ。これはいや、無理か。ちょ、待って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 、無理だ。連れ去られるわ、これ。やつら全員ぶっ倒さないと話にならん。いや、まあ、いや、無理でしょ。だからもう無理でしょ。さよなら、アシュリー。これさ、またさ、アイテム回収するところから始めないといけないか。で、ガチャってやったら、多分もうあっち側からしか出てこないと思うから。あ、やべ、これちょっと遅かった。くそ、アシュリー、ダメッ。ほら、
ちょっと待って、全然ダメなんだけど。ちょっと ここで仕留めよう。こっちに来た瞬間、ドン。まだ生きてるか。しぶといな。いや、しぶとすぎだろ。ちょ、待って待って待って。あいつも大変だな。ルート的にはでもこうだから、ここでちゃんと待ってて。来た来た来た。ちょっと待って、ケツ狙わないとダメ。倒した。 OK。 でニョロッと来たら、あとはあいつから逃げるだけか。大丈夫大丈夫で、ちゃんとこれを回収して。おい、マジかよ。まだいんのかよ。あって、邪魔だ。最悪だ、これあっちまで行かないと。いやいやいや、無理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 。いや、待って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 、どっちだか分かんないけど、道が。いや無理だな、これは間に合わねえっしょ。クソめんどくせえ。で、全員始末したんだけど、多分一定のところ行くと出てくるんだよな、多分だけど。でリヘナラドールは先に進まない限りニョロッとしてこないから、一旦これで行くか。俺が早いかやつが早いか勝負だな、これは。あれ、なんか置いてある。ブラックバス。で、行ってる間に多分また敵が出てくるんだよ。ここか。ちょっと待って、これでも欲しいから。で、ここだな、このラインで狙え。ケツ、クソか。こいつがマジで倒したかってことは、こいつを逃げ切ろう。多分ネズミ、ここ駆除があると思うんだよな。よし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 ってやって、アシュリー、ここでさよなら。 OK。 いや、苦戦したわ。で、これまたやんなきゃいけない。こっちに電力を流さなきゃいけないから、これはもうここで OK だよな。で、2番目の電力を、効果、効果。で、流れてってるから、とはいえ、よし、行ったな。OK です。で、開いて、ダイフル。で、ショットガン。なんかいるわ。ちょっと待って、これどうしよう。破片手榴弾出た。ちょ、待って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 。全然足りてねえわ。だいぶ弾も出したな。特になんかあるわけではない。で、ネズミ。全然ネズミもやってないな。ベルベットからの、ちょっと、まあ、まずはやっぱり直す。ボディアも3000円。
さてこっからどうするか。スティングレイ5万円か。サブマシンガンも弱えかんな。なんかもう売っちゃっていい気がする。今どんくらい弾あるんだ。そういえばサブマシンガン60発プラス20発80発か。まあ悪くはないんだけどな。ブラックバスコーちょっと一旦じゃあ装備だけしとくか。で、あそこにあるわ。見える。破壊だけしとこう。ちょっと待って、これ狙うの難しくないか。もうスナイパーライフルで高倍率スコープで狙うか。よし、これでやったぜ。スピネル5トレード32。特殊改造チケットありだよな。マジで特殊改造チケットでもうマグナムを一気に 1.5 倍にしちゃうっていうのは全然ありだよな。ちなみに特殊改造チケットってタダでできるのかな。ちょっともう買っちゃおう。でもうマグナムはキラーセブンじゃなくてこれでいく。ブロークンバタフライ10万すんの金必要じゃねえかよ。でも 1.5 倍はマジででかいかんな。売れるものをレンチ売る。レベル3のカード機もいらない。金の売るはインゴット、原石でベルベット3つで、とりあえず10万かからの、じゃブロークンバタフライ 1.5 倍。行くぜ。究極の絶品で威力も上げていこう。はい、あれなんだ、めちゃくちゃ金あったのか俺。24だって24の 1.5 ってめちゃすごくない？もう無理だよ。ここら辺まだ売れるっちゃ売れるか。まあ、かといって別に大ボスが出てくるわけではないんだけどね。どっちかっていうと襲撃から耐える系だから。あ、受け止めないとはい、さあそっからちょっと回収できるのを回収しとこう先に。って言ってもあんまりないか。いいねいいねいいね、めちゃくちゃ手に入った武器が。リアン、look、 that's a lift。We could do something about this wall. クレーンみたいなやつ。I got this. よく運転できるよなこれ。本当に車の免許すら持ってないんじゃないのこいつだって。大学生だったら車の免許は取れるか。年齢的にアメリカって何歳から取れるんだろう。国によってね免許の取得の年齢違うと思うから。ああそれは見つかるっしょっていう。待ってここさ、もう一気にこれでいけるんじゃない？ドーン。よし、オッケー。こういう時はやっぱりね、ほらいる、三眼。狙ってんな。アシリーに手を出すな。うお、ダイナマイト。ちょっと待って待って、めっちゃアシリーに手を出そうとしている。ドンドン、直撃させないとちょっと微妙だな。
ダイナマイト君をちょっと有効活用するか。どうだ、なんかめっちゃうおーって言ってるよ。ちょっと待って待って待って、ダイナマイト、ダイナマイト来い、行った。あ、なんかクレーン狙われてる、邪魔だ。ドンドンっていうか、ここも結構溜まってるから、はい、ドン。待って待って待って、ダイナマイト来てる。行って、ダイナマイト野郎はあれかな、はい、危ね危ね危ね、あいつアッシュに狙ってんな。ケリーエメラルド、あれ敵いる、まだいるな。こっちにおびき寄せて、もうドラム缶爆破するしか、あいつなんかめっちゃ食らってんだけど。あ、いた、いや怖い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 、待って待って待って、あ、いったあ、ごめんとか言ってひどいですけど、言って超命中率いいんだけどこいつ。ここにいると危ないよ、そもそも。よし、いっぱい手に入れた。ほら行け、まだか。近づいてきたところを、これ OK、 もういないか。あとはアシュリーに頑張ってもらうだけ。ほら、いけいけいけ、アイテムがある。またなんか多分呼び出されたな。どこだ、いるな。これはあれ、どこどこで逃げろ。はロケランがいるやんけ、邪魔、お前も邪魔。ケツ、オッケーオッケーオッケー、あとロケなんだよな、問題は。はい、ポン、なんかめっちゃ出てきた、やばいやばいやばい、こいつやばいやばいですって、兄貴。おい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 、燃えてるよ燃えてる、めっちゃ燃えてるよ。ポン、あ、もう取り憑かれてるよ。いった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 、これはもうハーブを使う時が来た。ドン、うぜ、ちょっと待って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 、燃えてるお前らは。よし、はい、勝たしたか、呼び戻すか。え、なんかまだ声するんですけど、え、大丈夫、ちょっとあんなところに、いいや、しかとしよう、あいつ。で、特殊な変異、徘徊死体を殺してくれ。強固体培養室、今から培養室戻んの、やだよ。どこだよ培養室って、こっちの辺じゃなかったっけ。無理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 。 Did you see me? That was awesome. I think you might have found your calling.
あ、そっか、でもこっからすぐ戻れるっちゃ戻れんのか。ガチャーって開ければで、こっち来てこう来て培養室、解剖室でもないもんな、培養室。キーレベル3のところだったよね。もうちょっと強固体とか今無理です。リフト下ろしてきて、なんかあそこの中に入れず、今何やってんだろう。まあ、マグナムの弾がそこそこだからな、限定仕様にしたし。だって 20×1.5 だとしても30でしょ、それは強いよ。今のうちちょっと整理しとこう。3回分回復できるか。マシンガン結局使ってねえな。一発一発が弱いし、弾の消耗が激しすぎるからな。エージェント。Is that right? Well, either way, first we have to make it out of here. You're no fun.大体エージェントになるのってめちゃくちゃ過酷だぞ。大丈夫かアシュリー。でもこの過酷な状況を生き延びたからこそ訓練にも耐えられるっていう。よし、マグナムの弾ゲットした。ショートナイフ。ここはまあこれくらいかな。なんか先行集団があそこに起こってるけど、しょうがないっしょ。琥珀の搬入、城の地下より掘り出された琥珀の搬入作業、最新の注意を払ってください。聖なるプラガがお休みになってます。最大限の敬意を持って作業をしてください。 This must be what Luis was talking about. 原石か。これが原石。めっちゃ虫が閉じ込められてんな。ぬか漬きたまえって何、どういう意味なの。Our divine providence and soon such profound lesson wrong. ラスプラガ。ラスプラガ。プラガスか。Welcome. なんで取ったんだろう。見せたかったのかな。I am Osman Sadler, the speaker for our Lord.Tell someone who gives a shit. Foolish lambs. Why do you deny grief? Now, abandon your body. Obey. Obey the voice of our Lord. No! No!強靭な精神力。後ろのやつらがかわいそうだ。えってなる。でもそういう意思もないのか。Pray forgive these wicked sinners. My faithful disciples shall deliver to you your penance. Now, child, you need not be afraid. Submit your body and release yourself from fear.顔かぶってるやつは何なんだろう。首のところ縄で縛られてる。
アシュリーを追う。というところで、じゃあ今回はここで終了したいと思います。黄色ハーブが見える最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価していただければ幸いです。